はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、シボレーコルベット ZR1 の通常版と初回特別仕様をチェックします。はい、しっかり見ていきます。このモデルはシボレーコルベット ZR1 の通常版です。ボディカラーの方はグレーのメタリックになるのかな。光を当ててみるとキラキラしててかっこいいね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。グリルの部分の細かな作りがしっかり再現されてるね。フロントスポイラーの部分もかっこいいね。で、ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。なんか正面から見ると輝いててかっこいいね。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。特にプリントはされてないね。だけどボンネットのこの複雑な形状がかっこいいね。で、ルーフの方を見ていくとこんな感じになってます。で、運転席側はこんな感じだね。このシボレーコルベット ZR1 のこの流線形ボディラインはかっこいいね。で、アンダースポイラーの方もシャーシと一体型になってます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。リアのテールランプの部分はクリアパーツのように見えるけど実際はシルバーの塗装だね。結構ここはかっこいいね。で、しっかりとリアバンパーの方も作られてます。で、助手席側はこんな感じだね。運転席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくと、で、リアスポイラーの部分は樹脂パーツになってます。で、ルーフの部分はクローズドタイプの、この部分はダイキャストで作られてます。すごくいい感じだね。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、アクションは左右ドアの開閉だね。で、裏の方はシボレーコルベット ZR1 のナンバー31番の2018年の写真になってます。で、こうやって見てみると今回のモデルは特にプリントとかはされてないね。だけどヘッドライトのクリアパーツとかリアのテールランプの部分とかすごくいい感じにできてます。で、次は初回特別仕様だね。はい、このモデルがシボレーコルベット ZR1 の初回特別仕様です。ボディカラーの方はオレンジのメタリックだね。これも光に当てるとキラキラしててかっこいいね。で、一番の特徴はスパイダーモデルだね。こんな感じのオープンカーのスタイルになってます。で、正面の方から見ていくとこんな感じだね。オレンジのボディカラーとスポイラーの部分の色が違っててかっこいいね。ヘッドライトの部分は同じくクリアパーツになってます。ボンネットの中央の部分はグレーのメタリックで塗装がされてます。で、このまま上を見ていくとこんな感じだね。スパイダーモデルなのでルーフはないね。で、このまま後ろを見ていくとこんな感じになってます。で、運転席側の方を見ていくとこんな感じだね。特に側面はプリントとかはされてないけどエアフローの部分のこの部分にはダークメタリックで塗装がされてます。アンダースポイラーは同じくシャーシと一体形成だね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。リアのテールランプ周りもしっかり作られてます。オレンジのボディカラーになるとこの彫りの深さがしっかりわかるね。シャーシの部分もいい感じだね。で、助手席側はこんな感じだね。運転席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくとリアスポイラーの部分はこれはボディと一体形成だね。で、グレーのメタリックで塗装がされてます。で、スパイダーモデルになるのでこのルーフがないね。すごくかっこいいデザインになってます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、初回特別仕様の方は左右ドアの開閉アクションはついてないね。その代わり内装の方がしっかり見えるような感じになってます。
内装の部分もシフトノブのところとかも作られててかっこいいね。はい、 ZR1 を2台並べてみました。通常版と初回特別仕様だね。ボディカラーの違いだけじゃなくて金型が違ってボディ形状も違ったね。すごく満足度の高いモデルになってると思います。オレンジのボディカラーになると特にグリル周りの作りがしっかりわかるね。で、上から見るとルーフの形状が違ってオープンタイプとクローズドタイプだね。内装の部分もしっかり見えてかっこいいね。で、今回特にいいなと思ったのはこのリアの部分だね。こんな感じでテールランプの部分がシルバーの塗装なんだけどクリアパーツっぽく作られてるね。かっこいいデザインになってると思います。箱の方は正面のパッケージに ZR1 のイラストはね、通常版の方にはサスペンションと左右ドアの開閉ってプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、この部分に GM のライセンスがプリントされてます。で、裏の方はこんな感じになってます。初回特別仕様のパッケージはこんな感じだね。 ZR1 のイラストがあってアクションはサスペンションってプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、同じくここにライセンスのプリントがされてます。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今回はシボレーコルベット ZR1 の通常版と初回特別仕様を紹介してみました。通常版と初回版で金型が違ってボディ形状が違うっていうのはコレクターにとっては嬉しいね。で、フロントのグリル周りとかリアのテールランプの部分とかもすごくいい感じでできてたね。でも今回のモデルは特にプリントとかが一つもなかったね。せめてフロントのエンブレムぐらいのプリントは欲しかったかな。で、初回版のこのスパイダーモデルは初回版だけのために作られた金型じゃないよね。おそらく何か他のシリーズでも登場するんじゃないかなと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。